手出してパンってやってキューってやってもらっていいですか。はじめに手出して手にパンドゥっていうのだけ一瞬取っていく。この感じ。せーの、手にパンドゥ。ほら
今回はやらないんだね。遊びじゃないですよ。こっちは。あれ取るのか。やばい。すごい、ラケット投げたじゃん。負けたね。すごい上手くはなってると思うよ。毎回この屈辱的な、屈辱的なアップ。お疲れ様です。それだとなんかテニパングーみたいになるんだけど。せーの、テニパンドゥー。はい、今日実はお杉さんに一番初めに戦ってもらった3ゲームでお杉さんがへばって終わっちゃったんですけど、あの時は、お杉さんも上手くなったということで、またリベンジしたいということで改めて来てもらいました。太郎ちゃんです。何も言ってくれないですか、お杉さん。あ、僕喋った方がいいです。お杉さん、いや今回は倒すとか気合の方もまだ負けてないです。この前確かに 0-3 で終わってるからまだ負けてないけど、試合途中です、まだ。じゃあ 0-3 からやるの、はい、どうする。いや、0-0からいきます。はい、じゃあ改めて今回は4ゲーム選手で、ワンデュースありの試合で戦ってみてもらって、はい、普通に本気でやっていいの。あ、もうちょっと成長しちゃったんで、本気で来ないと痛い目見ますよ。痛い目見ますよ。お覚悟しよう。じゃあ頑張って、本当に1ゲームは取れるように少しでも成長見せた方がいいから頑張って。 OK です。じゃあ試合頑張ってください。やったりますわ。はい、アップラフ。じゃあリターンで。あ、消極的ですね。消極的ですね。間違いなく1ゲームは取ってほしい。やられてる。うわっ、前だ。頑張れ、この調子でマジ1ゲーム取っておけ。あー、ひどい。ちょっとほら、気持ちが大切だから、イメージして勝てるイメージ。とりあえず
ゲーム取れるイメージ。はい、取ります。ラケット投げたのはこちらからです。お疲れ様。